リサーチサーフヒデの波乗りラジオ、全国の二段サーファーに送る波情報ラジオです。この番組では本日の波情報の振り返りと明日の波予想、ここに一言付け加えていつも大体10分ぐらいでお届けしていますので、サクッと聞いていただけたら嬉しいです。本日はですね、サーフィンを長く続けるコツというところでね、お届けしていきたいと思います。いや、実際ね、いつまでサーフィンできるかって考えてしまう人って結構いると思うんですよね。でも多分その方って面白くて仕方がないって思ってるから、そういうふうに思うと思うんですよ。まあ自分もね、その一人ですけども、そんな方がね、一番気にしないといけないことは何か、こちらをね、今回お話したいと思います。続きは後半でお届けします。東の海上にある高気圧と低気圧からのうねりが本日も届いている太平洋側です。日本海側は大陸からの高気圧の吹き出しによってうねりが出てくれていました。本日は祝日のため閉鎖エリアでもね、混んでました。路上駐車もね、してる方とかもいてね、おいおいおいって、なんか一方通行みたいな感じになってましたね。いや、あれだって、いつもだったら警察取り締まってるのになぁと思ってね。まあ、そういう時もありますよね。いや、風もね、さほど気になるほどではなくて、遊べるエリアがね、多かったと思います。明日の波予想ですけども、明日は平日ですが、会社によっては休みのところもね、あるようですよね。読者さんからもね、火曜から金曜まで休みなんだっていう風な報告もね、受けてますね。気になるね、波予想ですけども、明日も今日に引き続き、東の海上からのうねりは続きます。北海道の遥か東に位置してるね、低気圧の動き次第なんですけど、この低気圧の動きでね、そのうねりをね、邪魔してる感じなんですよね、低気圧がね。そうなんですよ。高気圧からのウィンドウ邪魔しているような形になりそうなんですね。それはちょっと残念。太平洋側はね、本日と同じか、少しサイズを落としますけど、十分に遊べるサイズはキープしてくれると思います。その低気圧の位置があまり良くないかなと思いますね。ちょっともったいないですね。日本海側大陸からの、ね、高気圧がさらに張り出してくるので、こちらも本日と同じかサイズが徐々に上がっていくかもしれないですね。明日は今日より風がさらに弱そうなので、メンツルを期待したいところですね。どうなることかなって感じはしますけどね。おっと、台風発生ですね。いや、台風がね、14号が収まってしまったなと思ってたら、台風15号発生。今日先ほどですね、4時台ですね。4時20分現在かな、発生しました。ディアンムですね。南シナ海に発生しているので、あまり日本には関係なさそうなのが残念ですけどね。いや、南シナ海なんでね、フィリピンのはるか西ですね、西。フィリピンよりさらに西なのでね、あまり関係ないって感じなんですけど、まあ、動きに変化があればまた報告しますね。多分すぐあれかな。熱帯低気圧に変わるんじゃないかなと思っています。ということでね、今日の一言はということで、いや、いつまでサーフィンできるかな、これってやっぱ永遠のテーマのように感じますよね。何歳になってもできる、そんなスポーツって話したばっかりですけどね。でも何もしないとやっぱ怪我して腫瘍ってなっちゃうじゃないですか、ね、そうなんですよ。そうならないためにもね、70歳、80歳になっても楽しめるように考えないといけない。当たり前のことですけど、そう、何をするにもそうなんですけど、やっぱ健康でないとね、何もできないですよね。実はね、こんな話があるんですよ。前にも言ってたらごめんなさいね。自分のね、社会人になって現場に入る機会が多かったので、その中でね、安全担当の方とね、コミュニケーションを取るっていう機会が多かったんですね。その安全担当から言われた言葉がね、なんかずっと覚えていてね、でも確かにって思えることだったんですね。まだ若かったんですけど、20歳頃だったんですけどね、よく覚えている言葉があるんですね。で、何かというと、健康が一番儲かるって言葉
なんですよ。なんか癒しい言葉ですよね。言葉に感じますよね。そうなんです。これだけ聞くとそうなんですよね。でもなんですね。でもですね、昔はね、建設現場での事故が多かったんですよ。ね。その事故がどうやったら減らせるかをね、偉い人たちが考えて、ね、いろいろね、試行錯誤してたみたいなんですね。そしてね、まあいろいろやった結果ですよね。そしてたどり着いたのが安全。じゃあ安全に力入れたらどうなんだみたいなね。それでね、ある現場で安全対策を強化してみたんです。そしたらですね、安全に作業することで事故が減り、ね、なんとね、結果的に儲かったってことなんですよ。そうなんです。それでね、安全が一番儲かるってことなんですね。いや、それはね、なるほどってね、感心した覚えがあります。だからね、安全第一って言葉があるというふうにも言われています。確かにね、その通りですよね。人の命は重いですしね、何事もやっぱね、そうだと思うんですよね。やっぱサーフィンも安全に楽しくが一番じゃないですか。そのためにもやっぱ、個人個人が楽しいだけを優先するのではなく、どう健康にみんなで楽しむかなって考えていければね、いいんですけど、誰しも自分だけは楽しめればいいやって方がやっぱ多いのかなというふうに感じますよね。やっぱそうですよね。多分皆さんもね、あなたも感じておられるのかなと思いますけどね。そうなんですよ。いや、実際ね、この間ね、別の話なんですけど、ついこの間ね、全く知らない方とね、2、3人でね、海入っていたんですよ。で、その方は結構控えめな方だったんですけどね。まあ、そんなに、スケうまいとか言うわけではないと思います。うん。で、決まった波、決まった地形だったんでね、自分はね、すげえ乗り放題みたいな、そんなような感じだったんですけど、いや、1本乗ったらね、その方が次に乗ってって感じでね、ルーティンね、順番に乗るっていうことが、ね、できてました。まさに、ね、順番ですね。乗ってはパドルして、また乗ってってね、その間に彼が乗ってみたいなね、あうんの呼吸でね、なんか次お前の波ねみたいな背中で言ってるようでしたね。常にね、なんかそういう感じにねなりたいとは思いますよね。やっぱでも今人が多いとね、そういうバランスって難しくなってしまいますけどね。そういうふうにシェアするってことも、やっぱリラックスにつながってね、波を楽しむこと、強いては健康にも、まあ、ノンストレスなサーフィンにもつながるのかなってね、このね、音声を撮ってる時に思いましたね。やっぱそういうことができるようになると、リラックスしサーフィンをね、より長く楽しめるようになるのかなって思います。まあ、一重にですけど、健康っていうのはやっぱ人それぞれじゃないですか。そう、みんなでね、健康になれるにはどうすればいいかなってね、思えるといいのかな。でも本当ね、みんなで健康になれるっていうのが一番幸せなのかもしれないですよね。まあ、ざれ言かもしれないですけど、まあそういうふうに言えるようになりたいとは思います。まあそう言えるぐらいのうまさをまずはね、身につけるようにちょっと頑張らねばいけねえかなとは思っております。思っておる次第です。まあ、うまくならないとね、そんなことも言ってられないんでね、そうなれるように頑張りたいと思います。ということでね、今日はこの辺で終わりたいと思いますけどね、明日に行かれる方は気をつけてサーフィンを楽しんでください。それじゃあまた、バイバイ。